おはようございます。皆さんこんにちは、ゆらです。今回はお母さんとランチしてる Vlog みたいな撮ろうかなって思ったんですけど、ママねまだ寝てんのよね。違うの、なんかね、まず多分私が来てすごいね喜んでくれて大興奮して寝れてないんだよね全然。まあ元から結構昼夜逆転しがちな人だったんで、午前2時とかぐらいまで全然余裕で起きてるから、私もなんだ昨日飲み会行って、飲み会で帰ってきたのが2時半ぐらいで、全然でも普段起きてる時間なんで、そっからまた30時ぐらいまで喋って、でなんか私は時差ボケで全然寝れなくて、でママはなぜか知らないけど全然寝れなかったみたいで、なんか寝たのがすごい遅くてまだ起きれてないんですけど、私先に起きちゃってどうしようかなって迷ってるところです。本当はさ一緒にご飯買いに来たかったんですよ。でも起こすのかわいそうじゃん、ぐっすり寝てるし気持ちよさそうに寝てるから起こすのかわいそうなので、私がちょっと自分の食べたいポケ屋さんがあるので、お母さんの車の鍵使っていいよって言われたんで、ちょっと買いに行って、でさすがに買いに行って帰ってきてママ叩き起こさないと、時間的にも結構やばいので叩き起こして一緒にご飯を食べさせようかなって思います。そんな感じな動画です。ゆるゆるなママとのほのぼのランチ Vlog みたいな感じに今回なってると思うんですけど、私のチャンネルでこんな動画がね上がる日が来るとは私が多分一番思ってなかったです。みんなも思ってなかっただろうしね。はい、なのでぜひね最後まで今日も楽しんでいただけるととても嬉しいです。それではちょっと先に買い物行ってこようと思います。はい、今車をゲットして、ゲットっていうかまあお母さんの名だから別にゲットしたわけではないんだけど、これからポケを買いに行ってきます。行くお店はねオフザフックっていう私がハワイで一番好きな、ポケ屋さんです。ちなみに今携帯をじったのではなく道を見ただけです。ないんだよここに置けるやつがなくて、だからちょっと見えづらいんですけど、今行けるかな、レッツゴー。はい、まあそんな感じでちょっとポケをゲットして、で帰ってきてもしお母さんがまだ寝てたらちょっと叩き起こそうかなって思ってます。なんかさすごい話したいことたくさんあったの。でも前回の Vlog さんの結構長めになってるハワイの動画の方でさ、この動画を撮る予定があったから親についてはあんまり触れずにいたのよ。あえて2回もさ同じことをみんな聞きたくないかなとか思ったりとかして、私なんかハワイとか興味ないけど、そういう親とかの話で悩んでる人とかその行く末が気になる人はさ多分ハワイの動画見ずにこの動画だけ見るじゃんってなったら、この動画でなんかそういう話とかしたらいいのかなって思って、その話も交えつつドライブをね、皆さんハワイのドライブ一緒に楽しんでいただけたらなっていう感じです。まあ、まずね、じゃあどういう気持ちかっていう話ですよ。今の私すがすがしいよ、とってもなんか人を許せるって本当に素晴らしいなって思う。あれだよ、いい子ちゃんぶってるとかじゃないからね。私もだってこうやって人を許せるまで7年かかってるから全然いい娘とかではないんだけど、嬉しい気持ちになった。それこそ書籍の方でも私書いたと思うんですけど、親のことをさ嫌いになりたくてなってる子供いないよみたいな。まあ、それって私マジでそうだと思うけど、親も9割の親ね、9割の親ね、親はだってね違う人もいるから全然、9割の親も子供やっぱ嫌いじゃないよなって思った。9割ね、1割ガチでヤバい人たちもいるってのはもちろん分かってるんですけど、9割はそうですよ、そう思いました。とってもだから伝え方が不器用だし、親もさやっぱ初めて親になるから、で子供の時ってマジ親のこと親でしか見れないじゃん。なんだろうねあの現象、なんか今となって別にそんなこと全く思わないんだけど、なんかあ普通になんだろうな、なんかねいろいろあったとはいえさ7年間もさいなかったの、なんか寂しい思いさせちゃったなみたいな。これからもっと、ね、一緒に時間過ごしてあげたいって言ったらあれかもしれない、私も一緒に過ごしたいし、なんか一緒に入れたらいいなとか思うけど、なんかね本当にここまで来るのにめっちゃ時間かかって、書籍出してなかったら多分あと 2,3 年はかかってたから、そうだね、どのみち30までには一回ちょっとこの辺の話一回清算したいというか切りつけたいなと思ってたから、そうだね 2,3 年後には解決してた話だと思うけど、そんな簡単な話じゃないよねっちゅう話。でもねなんかすごい嬉しかったのが、お母さんにさ、まあ、今回会うってなってお土産をね買おうってなったんです。私結構いろいろなんだろう、最近は、まあ、在留カードが降りてないとかいろいろあって全然飛行機乗ってなかったんですけど、元は結構月1とかでどっか行ってるタイプだったから、お土産って私買わないポリシーなんですね。毎月そんななんかめちゃくちゃこう買ってたら結構破産しそうだし、買うのめんどくさい、ごめんなさい、最低なんです、買うのめんどくさいんですよ。でも分かんないけど、すっごい旅行行ってる私の友達とかでめっちゃお土産買ってる人いるかな。ハワイから友達来るけどみんな買ってないんだよね、私も買わないんだよね。まあでもさお母さんとか、まあ、妹とかにはさ毎回何かしらちょっと買ってあげてるんですね。でなんか無印で、まあ、なんかこういうのお母さん好きだったっけとか、昔の記憶掘り返して何が好きだったっけなとかさ、その曖昧な記憶たどって買うわけ。まあ、ちょっと失敗しちゃったんですけど、だから先に結論を言うと紅茶バウムみたいなのがあって、
あ、なんかこれだったらお母さん食べるかなみたいな。化粧品とかも考えてたんですけど、いやでもうちのお母さんそんなに家普段出ないから化粧する機会あんまないし、化粧品買ってもな。でスキンケアとかも本人のこだわりとかもあるし、やっぱりお母さんの年代のお肌とさ私の年代のお肌違うから何買ったらいいかもわからんのよ。わかんねえな、まあ、クリームいいやつ買っとこうかなみたいな。クリーム1個買って、食べるの好きだから、あ、じゃあバーム系だったらママいけるかなとか思って。で甘いの嫌いなんですよ、うちのお母さん。私と似てて、違う、私がお母さんに言ったのか、そこは本当に親子だなって感じなんですけど、うちのお母さんあんまり甘いのが食べれない人、全然好きじゃない人で全然食べないんですよ。アイスクリーム以外、アイスを食べてか知らないですけど、よく食べてるイメージあります。はい、まあでもだから多分そういうのを買ってもなっていうのがあったので私は買ってないんですね。あ、でもそう、でも紅茶ぐらいだったらいけるかなって思って買ったんですけど、なんかこういうのあんま食べないんだよね、でもありがとねって言われて、あ、失敗したみたいななんか聞けばよかったなって思いました。でママはなんかウェイバーは欲しいって言われたんですよ。ウェイバーってあの調味料の、でもあれってさ持ってこれないじゃん、あれ持ってくるの禁止なやつなのよ。だからお母さんが心から求めてるものを買えなかった、ちょっと悔しかったな。無印でお土産買ってる時ちょっとうるうるしましたね。あ、なんか誰かに物を買ってあげれるってめっちゃ幸せな時間だなって思ったの。よくない？なんか誰かがさ喜んでる姿を想像しながらする買い物ってさ、自分に何か買った時よりもなんか嬉しいもんなんだなって思った。お土産これから私も買おうかな。いや、お土産めんどくさいからいいや。そういう気持ちになったりならなかったり、久しぶりにねこうやって今泊まってるからすごいやっぱ話もめっちゃ弾むわけですよ。なんかお母さん面白い人なんで、本来とても面白い人なんで、すぐ冗談とか言うし、なんか私が子供を、そう、なんかです、恋愛の話もちょっとしてて、今どうなの、彼氏いんのみたいな、見ないじゃないですか、見ないよっつって、会いないんだねみたいな。まあでもいつかね結婚とかして子供とかね、もちろんまだ27なんで全然可能性あるじゃないですか。だからなんか産んだらじゃあママが子供を見ててねみたいな、あの手伝ってねみたいな言ったら、あ、じゃあ私が子供にタバコの吸い方教えてあげるよっつって、であんたは子供に酒の飲み方教えたらいいじゃんっつって、そういう会話が普通にできるお母さんではある。全然冗談は通じる、てか冗談しか言わない。普段すごいおちゃらけてる人なので、とってもすごい楽しかった、うん、楽しかった。普通に一緒にいて、今までの動画ではさ私もさもちろんすごいこうわーみたいな、あいつは最低だみたいな風に実は思ってたし、何年か前は思ってたから、そういう感じな動画が多くって、すごいイメージとねもしかしたら違うっていうなってる風な方もいると思うんですけど、あの実際こんな感じです。まあもちろんね7年も過ぎてるから丸くなったよね。丸くなった。人間のやっぱ最悪な時期が重なった結果、まあハワイ来たての時だったし、その時本当お金もなかったし、これはもうさらに詳細はちょっと動画では言うのちょっとあれかなって思うので、ぜひねあの書籍の方では書いてるので、まあ、照らし合わせて読んでいただきたいんですけど、まあそれ読んだ人は逆にわかると思うしね、そうだよねみたいな。あの状況はすごいあれだ、うん、そうだね、ちょっとうーんみたいな感じなのはあったし、まあでもそれは実際本人も認めてた。まあ別に認めろ、認めなきゃお前と縁切ったままだぞって言ったわけじゃないんですけど、あの認めてくれたし、確かにすごい足りないところがたくさんあったよねってそう言ってくれたから、まあ別にね、なんか過ぎたことだし、私はそれ気にしてさ、なんかせっかくのさ一緒にいる楽しい時間だったりとか今に持ち込んだりするのは違うのかなみたいな、あんま意味ないよね、その時間自体そこまで生産性あるのかなとか思うから、私は別にそんな興味ないんですけど、過去の話とか過ぎたことなんで。そう、まあでもねそういうのが、ね、あったから7年間もあれだったけど、でも仲直りしちゃえばね、親子ってすごい不思議なもんで、昔のそういうのとかもうなかったかのように、昔みたいに普通にもう他愛ない話をするわけ。それはなんか昨日めっちゃ家帰った時酔っ払ってて、見られるのすごいちょっと恥ずかしかった。ここだけの話で、親にさ酔っ払ってるとこ見られるの恥ずくない？私ちょっと無理なんだけど。なんかちゃんとしてるじゃん親の前ってさ、親の前で下ネタ言えないのと同じじゃん。すっごい酔っ払ってたの。昨日はね居酒屋なるっていう、まあ、ハワイの居酒屋の墓地みたいな、もうあそこ行ったらおしまいの始まりなんですよ。すっごい酒飲まされるんで、別に注文しないのに勝手にショットが出てくる、なんかそういう変なシステムのお店で、あと私も全然よくわからないんですけど、何注文してないのにこんなショット、私は一個も注文してないです、なんかすごいショット出てきた、はいみたいな、あのまあお店がありましてですね、でそこで、まあ、昨日飲んでたからもう死ぬほど酔っ払ってたんですよ。私普段さすっごいなんかお酒飲んでるイメージあると思うし、実際飲んでるんですけど、東京とかも普通に他のハワイのお店で飲む時とかも結構ネガタブ、私結構、ま、真面目っていうかちゃんとしてるじゃないですか、ちゃんとしてるんで、あのセーブするんですね。そういう酔っ払うけど、まあ、ほろ酔いぐらいイエーイみたいな、ちょっとテンション高いみたいな、たかが外れるような飲み方ってしないんですよ。でもあそこ行くとたか外れちゃうから、うわーってすごいなんかめちゃくちゃ酔っ払ってるから恥ずかしいよね、純粋にそれ見られるの、親に見られるの結構嫌かも。
ってことに気づきました。あとそんでなんかその後のりゅうきと LA で拾ってきた後輩、まあ、あの会社でも一緒に手伝ってくれたりとかしてるんですけど、りゅうきとなんか電話してたんですよ。で私電話するとき耳元に置けないタイプなの。他のことしてないと私集中できないっていうか、なんか人と電話してるときずっとこれは無理なの。なんか携帯でインスタとか見てたりのスピーカーにしてたんですけど、あいつすっげえ下ネタ言うから、りゅうきがこの子と昨日かけたんですよつって、おいバカ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 つって、私今実家いるんだからお前スピーカー、まあ、スピーカーなのはね私の事情なので、あいつからしたら知ったこっちゃねえわって話なんですけど、お前ふざけんなつって、今実家いんのにとか言うなって思いました。すいません、だからあの動画見てね、すごい下ネタが多いよっていうクレームいただいてて、私あんまり直す気がないから直してないと思うんですけど、なるほど、これ確かに親の前で見てたら気まずいなっていう気持ちはちょっとわかりました。はい、なんかどんどん人間らしさを取り戻していく2024年っていう感じですね。気づいたらめちゃくちゃ喋っちゃったので、ちょっとねこれからもうすぐ着くので集中して運転して、オフザフックでコケ買って帰ろうと思います。バイバイ。オフザフックがイートイン復活してる、席ある外に。なんか私が大学行ってた時は普通にね店内座れてたんだけど、コロナからずっと店内座れなかったからすごい新鮮な気分、嬉しい。はい、帰ってきました。コケです。イエーイ。これやばいんだよここって。ねえ邪魔だよママ。もうなんて言うんだっけ、ユズ。めっちゃ泣いてるよ。はい、これは私のです。私はスパイシーとハワイアン。え、ママさマヨネーズあんま好きじゃないよ。あ、そうだよね。だからママはねジンジャーとハワイアンにしました。じゃーん。はい、食べてください。はい、食べたことあるよこれ。ここのポケ食べたことある？ない。ないの？もういつも切ったメメがなんか食べに行った。何何？なんて？あのメメ、あ、メメが。メメがなんだ。私が好きだから食べに行った。あ、本当？え、でも一緒に食べに行ってないのメメと？いやいや、メメはお姉ちゃんと一緒に食べに行ったの。あ、教えてくれるけど食べには一緒に行かないんだ。ママね、もうちょっとあれだよ、家出ないよ。びっくりした。なんか車勝手に運転させてもらったんですけど、7年運転してて6000マイルはやばいよ。6000マイルは違う、私環境のために。環境のため？なんで？どういうこと？なんか那个叫什么来的？二氧化碳出さないためにってことだよね。スプーンで食べんの？え、別にいいけど。ちょっと待って、どんな感じ？見て、ぜひ見て。あー、美味しいんだよ。そうなんだよ、美味しいんだよ。これ白のはなんだね。白のはね、なんかね天ぷらのフレークみたいなやつ。そう、美味しいから食べてみて。あ、ママ水ありがとう。で、このね、お醤油はね、ここね、ちょっとだし醤油みたいな感じだから美味しいの、ここ。普通の醤油とちょっと違うの。そう、マジで美味しいから。ジンジャー、オニオン。そう、ジンジャーママ食べるよね。食べる。好きだよね、うん、そうだから買ってみました。はい、じゃあちょっとショート動画も撮るんで失礼、一回失礼します。何？ご飯は。あ、ほんと。上のポーズ。美味しいよね、上の。ほんと？美味しいよね、ここ。普段何してんの、ママ。ママ普段家で何してんの？普段家で何してんの？人生はね。答えは出たの？いや、答えて出ないかな。いや、また考えもう何年考えてるの、人生について。死ぬまで考えるんじゃない、まだ考えてるの。死ぬ死ぬ死ぬまでね、ずっとずっと。あ、人生考えるんだ。うん、人生死ぬまでわかんないよね。そうね、幸せってなんだろうね。幸せって、うん、人生考えること。考えすぎ、やりすぎ、やりすぎ、マジでやりすぎ、本当に最悪なんだけど、やりすぎマジで、それが幸せなんだ。やりすぎ、やりすぎ、マジで、マジでやりすぎ。うん、ゆず食べちゃう。ポケ、ママママママ、あー、じゃね。待って待って、大丈夫なの？しょうがないだろ。もう食っちゃったね。大丈夫、死なない、あいつ。大丈夫。大丈夫。大丈夫。口から出して、私まだ食べるって。それは捨てたらいいじゃん別に。あの大丈夫、ゆずちゃん。うん、まあいいよ。じゃあ、まだソースじゃない。あ、そっか、か醤油ダメだよ、ね、ダメ。なんか犬とかさ、チョコ食べたら死んじゃうみたいなあるもんね。もうないよ。ただおかわりとか言っていい。私が買ったやつだし、ふざけんなよ。もうないよ、いつでも食べたらもうないよ。それ以外は何してんの、家で。それ以外は、うん、人生を考えたら他のことはもう考える余裕はないんじゃない。確かに、マインドシェア取られちゃってるから。猫が、それ他はまたこの、まあ、猫はな、普段盗むこととか。そうね、まあ、それ守ったりしなきゃいけないもんね。あ、猫の人生は考えなくて。あ、まあそうだよね。猫の人生じゃなくて猫生。そうだね、猫生。
どうやって幸せにしなきゃいけないかとかいろいろ考えることあるもんね、うん、私さ、ママのさ、冷蔵庫開けたらさ、あのさ、辛いソースばっか入ってない、ラカンマみたいな、めっちゃ入ってない、違うよ、違うの、あれ、辛いソース、あ、この辺ですよね、うん、なんか辛いの好きだっけ、好きですよ、本当、うん、私も辛いの大好き、人生辛いからね、あ今すっごい面白くないこと言ってるママ、全然面白くなくてびっくりしたあ、猫ちゃん、私、私多分動物は飼わないと思う、私多分、ね、動物は好きですけど、うん、大好き、ママめっちゃ好きだよね、あのね、うん、すごい責任を取るの、それで、そうね、動物は命が短いでしょ、10、うん、短い、いくらの平均も15、6年とかね、長くても20年くらい、うん、だから本当に楽しい、すごい悲しいよね、わかるわ、猫の記憶力は、うん、すごく短いんだ、あ、そうなんだ、なんか人間は子供の時のことを覚えてるとか、てる猫は覚えないんですよね、なんか、うん、金魚なんか3秒、うん、金魚3秒、3秒、うん、猫も短い、でも、うん、うちの犬はずっと覚えてる、私なんかあのお弁当の箱を開けてるからスーツのそれ記憶力と関係ないんじゃない、匂いじゃない、違う、違う、音だけ、あ、音でわかるんだ、うん、賢いんじゃない、この子賢いんじゃない、そんなことない、私逆に記憶力も良くないかも、あんま何も覚えてないかも、物忘れるし、見すぎだよそれが、見すぎだから何も覚えてないの、そういうことなの、そうだけど昨日のことはね、昨日に置いておきたいじゃん、わかる、なんか、そう、うん、昨日のことは昨日に置いていきたい、明日向いて歩いていきたいからさっていうやつなるほどね、動かないでしょ、まあ、正直人生考えてたらもう食欲は湧かない、正直そう、あの食欲と人生はセットにならない別、うん、無理、一緒に同席するの無理、だって人生考えてんだよ、飯食えるわけない、はい、そうお酒飲むと、そう、お酒は飲むと、お酒は頭パニックですよ、体がお酒は良くないですね、本当に、じゃあやめる、はい、無理なんだよねやめたい、でも、ま、だって家で酒飲めるの私しかいないんでしょ、いや、お姉ちゃん今は、今、うん、今ちょっとお酒飲むわ、うん、あのみんななんかアイディア見せてとか言わないでしょうね、アイディア見せて、アイディ言われないよ、さすがに27歳、もうこの、もうこの言われてない言われないよ、言われない、言われないよ違う、言われない、昨日はね、そのワインのボトルを1本開けて、焼酎のボトル1本開けて、うん、で、ショット、ウイスキー、ウイスキー3ショット、テキーラ1ショット飲んで、ビール飲んだから、なんかもう終わってたよね、普通に終わってた、なんか何してんだろう、私って思ったもん、本当にあそこまで普段は飲まないんですよ、これバー、それでもレストラン、レストラン行って、いつも行ってる居酒屋があるんだけど、いつも行ってる居酒屋の後に、いつも行ってるバーに行って、そうそうそう、それも結構やっぱハワイってさ、みんないつも行く店になるじゃん、結局だからいつも行ってるお店、もうなんかそれこそ、ハワイ住んでた時からすごいお世話になってるお店とかに行って、ってなるとさ、やっぱ久しぶりに会うから、すごい勝手にそのショットとか出てくるのよ、レッスンだったらみんな怒るかもしれない、長いな、また買えない、確かにでも結構うちはあの同じとこにずっといる感じではなくて、はしごとかするかも、いつもなんか3店舗ぐらいバーって回って、でも後半とかもみんななんか記憶多分ないもん、みんなみんな言ってた、なんか、ね、それのは朝来る9時の集合、うん、そう、9時に起きて朝ごはん食べようとか言ってたけど、そんなん起きれるわけないんだから、いや絶対多分夜の9時ですよ、うん、あ、夜は朝ごはんじゃないだろ、そうですね、違うよハートムーン出た記憶が全然ない、会計どうなったってライン来てるから、誰も会計してないし、たし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 た、やばい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 、でも友達の友達の店だから、ハートムーンはただチップスだけ残ったらもう本当会計してないから、本当にやばいよね、マジでだから皆さん動画、お酒飲みすぎはお気をつけて、そんな感じで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。